有明は日本海軍の駆逐艦。初春型駆逐艦の5番艦である。日本海軍の艦船名としては1905年春高の春雨型駆逐艦。有明に次いで2代目。一等駆逐艦。有明は日本海軍が神戸川崎造船所で建造した駆逐艦。初春型駆逐艦の5番艦だが、有明型駆逐艦に類別されていた時期もある。 1935年3月25日、春行。1941年12月の太平洋、戦争開戦時、引き続き、第一水雷戦隊霊下の第27駆逐隊を編成していた。1942年1月中旬以降、第二航空戦隊と共に、アンボンやンダり攻略作戦を支援した。5月上旬、5航戦と共に、35海海戦を戦う。 6月上旬、ミッドウェイ作戦に従事する。7月以降、第27駆逐隊は、第4水雷戦隊に転籍した。ナウル島攻略作戦、ガダルカナル島の戦いに従事した。12月26日、有明は、駆逐艦ウズキを栄光中に空襲を受けて損傷する。1943年1月中旬以降、有明は、佐世保で修理を行った。 2月中旬に修理完了。以後は、日本本土トラック白地ラバウル間の護衛任務に従事する。7月27日、有明特区間三日月は、ニューブリ店頭のラバウルから道東中部南岸の鶴部へ輸送作戦を行い、2隻とも座礁する。7月28日、B-25 爆撃機の空襲で、有明と三日月は撃沈された。1932年12月10日、 第63号駆逐艦に有明の艦名が与えられ、初春型駆逐艦に類別された。当初、初春型駆逐艦は4連装魚雷発射艦2機を搭載予定だったが、開発の遅れにより1番艦4番艦までは3連装魚雷発射艦3機9門とした。この年、海軍が92式4連装魚雷発射艦を採用し、有明以降の初春型は、 当初の計画通り4連装2期8門となった。1933年1月14日、有明は神戸川崎造船所で寄港した。しかし同年夏に同系1番艦初春と2番艦守備の行使運転で本型の復元性能が不良と判明し、建造中の4隻は急遽バルジを増設することになった。魚雷発射艦の変更や船体改良工事に伴い、 12月15日に有明型駆逐艦が新設された。しかし1934年3月12日に友鶴事件が発生。各艦はさらなる改修に迫られた。有明と夕暮れは艦幅を変更した。上艦艦の重量を減らすため魚雷は3連装を2期6問に再変更され、第2砲塔の移設や環境の小型化など初春に順じた変更が行われた。 有明は9月23日に浸水した。11月9日、有明型駆逐艦の類別は削除され、白露型駆逐艦が新たに設けられた。有明と夕暮れの類別は初春型駆逐艦に戻った。1935年3月25日、有明は竣工した。4月1日、日本海軍は有明と夕暮れにより、第9駆逐隊を新編した。 第9駆逐隊は、空母赤城艦艦の第2航空船体に編入された。同年9月末、第4艦隊事件が発生し、初春型や白梅型はさらに改良を加えられた。11月15日以降、第1艦隊霊下の第1水雷戦隊に所属した。1936年11月1日、白露としぐれが、第9駆逐隊に加えられ、4隻体制になった。 1938年12月15日、第9駆逐隊は、横須賀鎮守府から、佐世保鎮守府へ転籍し、第27駆逐隊に改称した。1939年11月15日、第1艦隊、第1水雷戦隊、第27駆逐隊となる。1940年9月、第27駆逐隊は、北部仏印神中に輸送船団護衛として参加した。 10月15日、吉田正一少佐が有明艦長に就任した。11月15日、第1水雷戦隊は、第6駆逐隊、第7駆逐隊、第21駆逐隊、第27駆逐隊となった。1941年7月下旬から9月上旬にかけて、有明と夕暮れは、佐世保海軍交渉で、推進準備と修理を行う。 この時に発射艦を改造して93式酸素魚雷を搭載可能となった。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時第1水雷戦隊は、軽巡洋艦阿ク熊第6駆逐隊、第17駆逐隊、第21駆逐隊、第27駆逐隊で編成されていた。12月8日朝、山本56連合艦隊司令長官が、 直卒する主力部隊は、ハワイ攻撃後に内地駅東中のナグモ機動部隊を収容するため、瀬戸内海から出撃する第21駆逐隊と第27駆逐隊は、主力部隊を護衛し、小笠原諸島近海を行動した。12月13日朝、主力部隊は葛島白地に帰島した。その後、ナグモ機動部隊本隊が日本本土に接近したので、 第21駆逐隊と第27駆逐隊は瀬戸内海を出撃、機動部隊との合流地点に向かった。第21駆逐隊と第27駆逐隊は機動部隊本隊を内地まで護衛した。続いて、ウェーク島攻略戦に投入されていた機動部隊別動隊が作戦を終えて本土に近づいていた。第21駆逐隊と第27駆逐隊は再び瀬戸内海を 出撃、12月28日2300に、別動隊に、合流、29日1539れに到着した。詳細は、南方作戦及び、ライン作戦を参照ハワイ作戦終了後、機動部隊の各航空戦隊は分割されて、各方面の作戦に従事することになり、第二航空戦隊は1942年1月7日付で、南方部隊に編入された。 まず、モルッカ諸島安本ンンを攻略することになり、第2護衛隊指揮官、田中雷蔵少将が攻略の直接指揮を取った。安本ンン攻略作戦を支援する、母海航空部隊は、第2航空戦隊司令官、山口多門少将が指揮する、第2航空戦隊、従順マヤ第7駆逐隊、第27駆逐隊、第2小隊、補給部隊という編成であった。内地を出撃後、 27×2 小隊は、機動部隊の警戒艦として、アンボン攻略作戦、ポートダーウィン攻撃に参加した。2月10日、27×2 小隊は、機動部隊警戒隊に編入された。2月21日、ナグモ機動部隊は、スラウェシ島、スターリング湾に入港した。詳細は、正論沖機戦を参照ランイン、作戦最終段開示、有明と夕暮れは、 ナグモ機動部隊警戒隊に所属していた。2月25日0830、ナグモ機動部隊は、スターリング湾を出撃、インド洋に進出した。3月1日、機動部隊の護衛艦艇は、オランダ商船もウッドヨカード号を撃沈した。機動部隊は、ジャワ島南方で、総統作戦を実施、3月11日スターリング湾に戻った。同日、有明というぐれ及び、 第15駆逐隊、第1小隊は警戒隊の指揮下を離れた。その後、従順高尾とマヤを護衛して、道安を出発する。3月22日、内地に帰島する、佐世保で修理を行った。この修理時に、限外電路を装備した。4月12日、連合艦隊は、第5戦隊、第5航空戦隊、第7駆逐隊、第27駆逐隊の内容部隊編入を、 発令した。南洋部隊は、ポートモレスビー攻略作戦を発動し、第4艦隊司令長官の帰下に、第5戦隊司令官、高木武雄少将を指揮官とする、MO 機動部隊が編成された。MO 機動部隊は、第5戦隊、第5航空戦隊、駆逐艦5隻、輸送艦で編成されていた。当時の五航戦は、インド洋作戦を終えてない地域当中であり、第十七駆逐隊は、 佐世保にいた第27駆逐隊は台湾魔法師への進出及び同地で五航空船と合流するよう命じられ佐世保を出発する4月18日0820第27駆逐隊は東京空襲の速報に接した五航船と第27駆逐隊は長雲機動部隊に編入される翌19日6隻は 米軍機動部隊追撃のため魔法から出撃したが、同日1932、南洋部隊への復帰を命じられた。4月25日夕刻、5攻戦と2 7るは、トラック白地に到着した。詳細は、ポートモレス B 作戦及び、産後開会戦を、参照5月初旬、第27駆逐隊は、MO 機動部隊として、ポートモレス B 攻略作戦に参加した。 5月1日、MO 起動部隊はトラック白地を出撃する。5月7日に有明はインディスペンサブル省に不時期した昇格偵察機救助のため分離し、5月8日の対空戦闘には参加していない。吉田の証言によれば、有明は随格の直江艦として対空戦闘を行ったとする。この回線により空母昇格が中破した。5月17日、 第27駆逐隊は、南洋部隊、MO 機動部隊から外れ、3隻で、第5戦隊の従順妙高と羽黒を護衛し、トラック白地を出港、内地に向かった。22日、第5戦隊と第27駆逐隊は、クレに帰投した。詳細は、ミッドウェイ海戦を参照ミッドウェイ投攻略を重く指す、ミッドウェイ作戦において、第27駆逐隊は、 連合艦隊司令長官山本56大将と第一艦隊司令長官高須指郎長官が指揮する主力部隊にところ属した。主力部隊は山本長官直卒の主体と高須長官を指揮官とする警戒部隊に分かれており、第27駆逐隊の打ち上明は主体に所属していた。山本長官直卒の主体は第一戦隊、空母隊、水雷戦隊、 特務隊第一補給隊という編成だった。吉田艦長の証言によれば、有明は空母放送を護衛したとする。5月29日、主力部隊は内海西部を出撃した。ミッドウェー海戦は日本海軍の大敗で終わり、同作戦は6月6日に中止された。6月中旬、主力部隊はそれぞれ内地に帰島した。7月14日、 ミッドウェー海戦後の大幅な艦隊再編で第1水雷戦隊に所属していた第27駆逐隊は第2艦隊令下の第4水雷戦隊に転席した。この時点での第4水雷戦隊、第9駆逐隊、第27駆逐隊であった。1942年8月7日、連合軍はフロリダ諸島とガダルカナル島に上陸。 ガダルカナル島の戦いが始まる。第2艦隊司令長官、近藤信武海軍中将指揮下の前進部隊は8月11日から12日にかけて日本本土を出撃、17日トラック白地に到着した。詳細は、マキンキ州を参照8月17日、潜水艦の落ちラスト、 アルゴノートに輸送されたアメリカ海兵隊がギルバート諸島ブタリタリに奇襲上陸し日本軍守備隊を壊滅させた。内南洋方面部隊は第27駆逐隊と小海底36号及び海軍陸戦隊少数部隊をマキン島に派遣した。米海兵隊は日本軍増援部隊が到着するまでに撤退しており、取り残された海兵隊員9名は 日本軍に降伏した。8月21日、マキン増援部隊は解散した。米海兵隊の奇襲上陸を受けて、連合艦隊は、ナウル島とオーシャン島に連合軍の飛行艇基地が建設されることを懸念した。8月20日、連合艦隊は、伝令作第225号により、ナウルオーシャン領島への空襲と駆逐艦による砲撃を命じた。翌21日、 内南洋方面部隊は 27×2 小隊に、対し、両党に対する艦砲射撃を命じた。同日トラック白地を出撃した有明は22日2100に、ナウル島に到達し、2230まで、艦砲射撃を行った。同様に夕暮れもオーシャムを砲撃しており、翌23日、2隻は、ヤルート艦章へ移動した。続いて、連合艦隊は、 ナウルトオーシャンを及びアパママの攻略と飛行艇隊進出を命じ、有明はナウルト攻略を行う。24日にヤルートを出撃、有明の陸民で編成された海軍陸戦隊員により25日から26日にかけてナウルトを無欠占領した。交代の警備隊が到着後、29日にナウルトを離れる。三十日にヤルートで補給を行い、 続いて、ガダルカナル島攻防戦に参加するためソロモン諸島に向かった。オーシャン方面で行動中の8月27日、有明と夕暮れは外南洋部隊に編入された。9月4日、早朝以降、増援部隊は夕立地帯、浦波隊、川内隊に分かれて、ショートランド白地を出撃して、ガダルカナル島へ進撃し、青橋隊と一騎士隊の一部を揚陸した。 ユーダ地帯は、米軍輸送駆逐艦2隻を撃沈した。9月6日朝、ガダルカナル島南東に連合軍輸送部隊が出現し、野州部隊は急遽出撃して、ルンガ白地に進撃したが、接敵できなかった。10月中旬、日本海軍は、優秀貨物船6隻によるガダルカナル島、輸送作戦を起とし、第4水雷戦隊司令官、 高間艦少々指揮下の駆逐艦が護衛することになった。有明は交互衛隊に区分されていた。各部隊は10月12日から13日かけてラバウル、もしくはショートランド白地を出撃。14日夜にガダルカナル島に到達。深夜には揚陸を開始した。護衛隊の駆逐艦はサボ島やラッセル諸島周辺を警戒した。 10月15日朝になると米軍機の空襲が激しくなり、輸送船3隻を失った。有明は最初に2役を終えた南海丸を護衛し、16日0530、ショートランド白地に帰着した。4水船各艦と輸送船も同日0830に帰着した。連合軍機は揚陸地点に空襲と艦砲射撃を加え、軍需資材は大部分が焼き払われてしまった。 10月17日から18日にかけて、外南洋部隊増援部隊は、全力で、ガトー輸送を実施した。輸送部隊は、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三、水雷戦隊司令官直卒の軽巡戦隊、四水戦司令官が指揮する、水雷戦隊に区分されていた。ユラが、潜水艦に雷撃されて勝破したのみで、輸送作戦は成功した。 ヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍の総攻撃に関連して、有明は、外南洋部隊増援部隊の内構造援隊に区分されていた。構造援隊の任務は、津軽、立田及び駆逐艦、約2隻早く1個大隊を、ショートランドより、合島に輸送、合島飛行場陥落後、なるべく即に、大某、小里岬館の海岸に揚陸せしむであった。 10月23日から25日にかけての日本陸軍総攻撃は失敗に終わる。10月25日朝、第17軍司令官、百武春吉陸軍中将は、懲り主体に対しガダルカナル島上陸を命じた。外南洋部隊は、要請に応じてガダルカナル島へ向かうが、米軍機の攻撃により、軽巡由良が沈没し、秋月も中破した。 26日に総攻撃は中止された。10月29日早朝、第27駆逐隊司令、瀬戸山安秀大佐が指揮するシグレとア明アケは、ショートランド白地を出撃した。第17軍参謀長、宮崎周一陸軍少将,将と、第11航空艦隊の大前俊一参謀は、ガトー所在の第17軍司令官と直接協議するため、この輸送に同行した。 同29日夜、ガトーに到着して、揚陸を開始したが、魚雷艇6隻と夜間空襲により、輸送物件の一部しか揚陸できなかった。二人は、上陸に成功し、第17軍戦闘司令所に到着した。11月2日、外南洋部隊増援部隊は、全力で、ガトー輸送を実施することになった。有明は四水戦司令官が指揮する構造援隊に区分されていた。 11月1日夜、構造園隊、第一攻撃隊、オツ造園隊はそれぞれショートランド白地を出撃。11月2日深夜に悪天候に悩まされながら揚陸を行った。11月4日から6日にかけて、造園部隊は再び全力でガトー輸送を実施する。今時輸送作戦でも、有明は4水戦司令官が指揮する構造園隊に区分されていた。 11月4日、深夜、構造園隊と、お造園隊は、ショートランド白地を出撃する。11月5日夜、構造園隊は、ガトータサファロングの白地に到着し、警戒隊の護衛下で揚陸に成功した。また構造園隊は、ガトーを離れる将兵も収容しており、この中には、川口清県陸軍少将も含まれていた。ショートランド白地への帰路でありけは、 機関故障を起こした。6日午前中、構造園隊と、ッツ造園隊は、ショートランド白地に帰着する。有明は、トラック白地に戻り、修理を行った。このため、同月12から15日の、第3次ソロモン海戦に参加しなかった。11月28日、有明は、トラック白地を出発、ラバウルに戻った。12月1日、有明と、夕暮れは、 外南洋部隊に編入された。有明は一旦外南洋部隊の支援隊に編入された。当時の支援隊は従順鈴屋とマヤであった。12月3日、支援隊はショートランド白地に進出する。同日1330、支援隊は白地を出撃し、三体サベルジマレカタ北方を危機行動し、翌日白地に戻った。その後、支援隊はカビ園に移動した。 5日、有明は、外南洋部隊増援部隊に編入された。12月7日1110、第15駆逐隊司令、佐藤虎次郎大佐が指揮する、第3次ドラム艦輸送部隊は、ショートランド白地を出撃した。第15駆逐隊、第31駆逐隊、第4駆逐隊、第24駆逐隊、第17駆逐隊及び有明による、駆逐艦11隻の作戦である。 往路、空襲によりの分けが、高校不能となる、超派がのおけを栄光し、嵐と有明の護衛下で、ショートランド白地に戻った。米軍魚雷艇の4撃と、夜間空襲により、輸送作戦は失敗した。12月11日から12日にかけて、有明は、第4次が東ドラム艦輸送に参加する。 外南洋部隊増援部隊指揮官指揮下の11隻は、機関、正月、第四駆逐隊、第三1一駆逐隊、第二十四4駆逐隊第15駆逐隊第17駆逐隊第27駆逐隊であった11日深夜ガダルカナル島で揚陸作業中の輸送隊を米軍魚雷艇が襲撃し日霧なり下に推薦機関、正月が沈没した日 輸送部隊は、ショートランド白地に帰島した。続いて有明は、ニュージョージアとムンダへの輸送作戦に従事した。21日夜、有明と甲府は輸送船、広島丸を護衛し、ムンダ白地に到着した。この輸送作戦中、護衛艦,艦艇は、潜水艦撃沈を報告した。この潜水艦は、アンバージャックであり、同艦は損傷したが、作戦行動を続けた。 12月25日夕刻、ムンダ輸送作戦中の輸送船南海丸と護衛の駆逐艦ウズキをアメリカ軍潜水艦シードラゴンが襲撃し、南海丸は光なりして損傷した。救援及び対戦戦闘中のウズキに南海丸が衝突し、ウズキは航行不能となった。ラバウル在白の4隻は急遽出撃。有明はウズキの栄光を開始する。26日朝、 B-24 爆撃機の空襲で有明は、資金弾6発を受け、砲塔火災と浸水が発生、火事が故障し、戦死28名、重軽傷者60名の被害を受けた。渦木と南海丸の救援は、裏風と谷風の担当となり、有明は単独で、ラバウルへ戻り、工作船の支援を受けて、応急修理を行う。29日、有明と夕暮れは、 造園部隊から外れた。1943年1月7日、駆逐艦複数隻は、戦艦道の区、空母随格、従順鈴屋を護衛して、トラック白地を出発した。途中で、横須賀に向かう道の区隊と別れ、内海西部に到着した。有明は、呉に帰投した後、1月中旬から2月中旬まで、佐世保で修理と整備を行った。 後部煙突前に装備していた 40mm 単装機銃を 25mm 連装機銃に換装した。2月14日、修理完了。翌日、佐世保を出発する。21日、トラック白地に戻った。3月から4月中旬まで、有明はトラック白地を拠点に、戦団護衛や訓練に従事した。また対戦紹介任務にも従事した。4月下旬。 有明と、しぐれは、航空機輸送任務を行う、大高型航空母艦の護衛を行った。5月上旬時点で、第27駆逐隊の内白椅は、佐世保で修理を行い、3隻が健在であった。5月6日、第4水雷戦隊司令官高間干渉省は4水船機関を臨時に、平旬ながらから、駆逐艦しぐれに変更する。4隻は、トラック白地艦障害に出動し、 対戦訓練を行った。5月17日、小賀峰一連合艦隊司令長官と山本56元卒の遺骨を乗せた戦艦武蔵第3戦隊、空母費用第8戦隊、第27駆逐隊、第61駆逐隊、第24駆逐隊はトラックを出発22日横須賀に到着した。横須賀滞在中に、 環境前に2 5トル連装機銃を装備したものと思われる6月10日、有明と夕暮れはトラック白地に向かう第二航空戦隊の空母費用を護衛して横須賀を出港した同日1853、三宅島近海でアメリカ軍潜水艦トリガーが費用体を襲撃トリガーの魚雷2本が命中して費用は大破した。 横須賀在博の軽巡洋艦伊須津が出動する。費用は、伊須津に栄光され、12日横須賀に帰投した。費用の代艦として、第50航空戦隊に所属していた、空母流砲が第2航空戦隊に編入された。6月16日、第3戦隊司令官栗田武雄海軍中将の指揮下、第3戦隊第7戦隊空母3隻、軽巡伊須津 駆逐艦複数席は横須賀を出港する。21日、栗田部隊はトラック白地に到着した。6月23日、第7戦隊司令官、西村昌治少将指揮下の各艦はトラックを出発。25日ラバウルに到着した。新月はラバウルに残り、他艦はトラック白地に戻った。1943年6月30日、連合軍は カートホイール作戦により、レンドバ島及びニュージョージア島に上陸を観光、ニュージョージア島の戦いが始まる。7月初旬の有明は、トラック白地を拠点に護衛任務に従事した。7月9日、早朝、駆逐艦アサナギと有明は、第7戦隊を護衛して、トラックを出撃。11日ラバウルに進出した。同日ラバウルを出発。7月13日、有明と、 朝なはトラック白地に戻った。7月14日、有明と朝なはタンカー2隻を護衛し、トラック白地を出撃する。公開中の7月15日付で、吉田正一中佐の公認として川橋明文少佐を有明駆逐艦長とする人事が発令された。吉田の改装によれば、退官日は7月9日だったという。7月17日後1有明団は、 ラバウルに到着した。同地で、ながらと、軽順夕張と合流する。同日1300、ながら隊は、ラバウルを出発した。ブ島輸送を行ったシグレと途中で合流し、ながら隊は、トラック白地に戻った。この時期の有明は、機関故障により28ノットしか出せなかったという。7月19日、連合艦隊は、幾格艦を南東方面部隊に編入した。7月20日、 日本海軍は、第四水雷戦隊を、解体し、第四水雷戦隊司令官、高間艦少将を、第二水雷戦隊司令官に任命する。四水戦司令部及び戦力を、第二水雷戦隊残存兵力と統合した。先のコロンバンガラ島沖海戦で、軽巡洋艦人通沈没時に、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊治少将が戦死。 第2水雷戦隊司令部が全滅したための措置である。7月23日、有明としぐれはトラック白地を出港し、25日ラバウルに到着した。27日、第30駆逐隊司令、織田常世大佐指揮下の駆逐艦三日月と有明は、ラバウルを出港、ニューブリテント西生誕、鶴部に向かった。 三日月は輸送用駆逐艦に改造されており、物資搭載量が増えている。二隻は陸兵500名、物件50トンを搭載、大発動艇一隻を栄光していた。ラバウルから鶴部までは約260回海りで、18ノットで約14時間の工程であった。出撃前の打ち合わせで、第30駆逐隊司令は潜水艦の来撃を避けるため思い切った。 雪岩航路で行くことを告げたという。26ノットでニューブリン島の沿岸を雪岩航行中、同日午後11時、二隻は道東クロスター岬近海で座礁した。三日月は完全に行動不能になった。有明は離礁に成功したが、左限水深軸が曲がり、約10ノットしか出せなくなった。三日月から有明に物資と人員を移し、未明に有明タンカンでつるぶに 陸兵510名、軍需品25トンを揚陸した。その後、有明は三日月の座礁現場に戻って、栄光を試みたが、成功しなかった。南東方面部隊は、基地航空隊の零式艦上戦闘機を投入して、三日月と有明を援護した。連合軍は、陸軍航空隊、第五空軍第九十飛行隊の B-25、爆撃機約30機を投入する。 B-25 は、班調爆撃を観光。有明に爆弾4発が命中した。他に、資金弾多数を受ける。浸水がひどくなり、軍艦機降下及び総員退去となる。上員が退去した後、有明は14時40分に沈没した。有明上員は3日月のカッターボートや、陸軍の大発動艇に救助され、52名は、陸軍大発で鶴部に上陸した。 三日月も放棄命令が出され、乗組員は退去した。両艦乗組員は、駆逐艦秋風に異常、有明の川橋秋分館長を含む63名が、戦死、または、行方不明になった。沈没海域は、難易5度21分統計148度27.5分、何位5.350度統計148.4583度、 マイナス5.350148.4583。有明上院の内鶴部に上陸していたグループは、救助に来た、駆逐艦航風と松風に分譲して、ラバウルに向かった。夕暮れと有明は10月15日、第27駆逐隊、初春型駆逐艦、帝国駆逐艦席から除籍された。艦名は、海上自衛隊の有明、有明に引き継がれた。 艦長たちの軍艦誌299から300ページによる、天野茂隆少佐、1934年11月1日から1935年3月25日、天野茂隆少佐、1935年3月25日から1936年12月1日、江野義雄少佐、 1936年12月1日から1937年12月1日、磯久主研磨少佐、1937年12月1日から1938年6月14日、小釜五太郎少佐、1938年6月14日から1938年12月15日、市原千代寺少佐、 1938年12月15日から1939年3月10日、萩尾地から昇作。1939年3月10日から1939年3月20日、尾形ともえ昇1939年3月20日から1939年11月15日、吉井五郎昇作。 1939年11月15日から1940年10月15日、吉田正一少佐、中佐、1940年10月15日から1943年7月15日川橋秋文、少佐、1943年7月15日から1943年7月28日、戦死、ありがとうございます。